どうも、達也です。今回ね、不安とかね、パニックとか、そういうメンタルが落ち込んでいく鬱の状態っていうのを経験してて、その時に僕がこういろいろ考えていたことの中で一つね、皆さんにまたワンポイントアドバイスをしようかなと思います。アドバイスというか、僕がこう思ったものをね、今日話すんですけども、それはね、体力だけはつけといた方がいいよと、落とさない方がいいよという話です。これね、やっぱりね、外に行くのが怖いとか、人に会うのが怖いとかっていう風にしていると、家の中でこうじっくり動かないで生活をすることが多い、増えると思うんですよね。それはうつもそうで、でそうすると外に行きたいなって思ったりとか、それはもう例えば YouTube を見たりとか、何でもいいんだけども、漫画を見てこういうとこ行きたいって思ったりとか、やっぱり動かなきゃって思ったりとかしてね、こう行動しようと思った時に、体力がないだけで自分がそこなんだよ、それをクリアするためのハードルがめちゃくちゃ上がってしまうんですよ。で、そらそうな話で、やっぱり体力がないだけで恐怖心も増えるし、不安も増える。で、そうなると、あ、やっぱり行動できないかもって感じてしまうよね。で、それが僕にもやっぱりあって、そういう外へ行った時の自分の弱々しさというか、ちょっとすごいすぐ息切れしちゃうとか、で息切れから、そういう恐怖心がこうぐーっと上がってきて、パニックな状態に近づいてきて、やっぱりダメだ、帰ろうっていうふうに考えてしまったりとかっていうふうに、体力がないだけで不安っていうのが大きくなったりとか、プレッシャーっていうのが大きくなる。で、そのなんだろう、プレッシャーに耐えられずに家に戻っていって、でその時に休憩するんですよ。で、休憩してずっとこのまま、あ、やっぱりダメだから動かないでおこうっていう風に考えちゃうと、またまた体力がずっと落ちていってしまう。で、体力が落ちていって行動できない、で行動できないのは仕方ないなって割り切って家にいるっていうことを続けていくと、めちゃくちゃどんどん体力がなくなっていくんですよね。で、ある日その時間がこうやってずっとね、家の中でじっくり座ってたりするといるとね、時間がものすごく経過していくわけですよ。で、その時間が経過していくっていうことに対しても焦りを感じてしまうんですね。で、その時間が経過してしまっていることに対しての焦りっていうのはどんどん増えていくんですよ。年々増えていくと思います。僕がまさにそれでずっとこう焦りっていうのが増えていきました。で、でも体力っていうのは年々下がっていくんですよ。まあずっとね、何もしなければっていうふうに、この相反するこの2つの矢印みたいなものが自分にとってものすごく負荷に、自分にとっての負荷になってしまう。まあちょっとね、まあ、パパッとこう図に書いたらこういうふうになるんだけども、こういうふうにね、まあ家にいる時間っていうのはこうずっとあるなっていうふうにね、ここの線がその時間だと思っててくださいよ。で、体力っていうのはずっと下がっていくんですよ。で、やる気とか、やる気じゃない、時間によるプレッシャーっていうのは上がっていくんですよ。で、こういうふうにどんどんクロスしていくんですよね。で、この体力がなくなってプレッシャーが上がっていくことが、自分にとっての恐怖心を増やしてしまったりとか、より行動できない要因を作り出してしまったりすることに自分もやっぱり気がついて、まずは体力をつけようっていう風に考えて、家の中でね、ダンベル買ったりとか、その場でスクワットしたりとか、いろんなものをこう運動するようになっていきました。で、そうすると運動するようになっていくと、やっぱり体力がこう増えていって、体力が増えた結果、行動できるなとか、外に行ってのその動機が減ったり、息切れが減ったりする。で、家に帰る、究極ね、家に帰れたらいいやっていう、その割り切りとかがひっくるめて、自分のストレスとか恐怖心っていうのは減らせるのです。より行動できるようになっていて、で、行動できて無事に帰ってきてこれたら、あ、できたなと。で、じゃあ次また行動しようっていうふうに、こうどん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 ね、こういうの、まあ専門的に言うと、まあ暴露法って言ったりもするんだけどもね、自分の恐怖心と向き合うっていう、そのトレーニングみたいなものがあってね。で、どんどんそれが良くなっていって、どん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 こう取り組んでいけるようになるんですよ、前向きに、ね。なんだけど、体力がないだけで何もかもがうまくいかなくなってしまうことがあるし、その体力がないことで家にいることで体力がなくなっていくっていうのがこうずっと続いていって、その結果時間的な焦りっていうのがぐーっと上がってくる。何も行動できない、このままじゃ置いてかれるっていうような恐怖心っていうのが、さらに自分のプレッシャーとかっていうのをどんどん大きくしていってしまうから、皆さんにね、やっていってほしいのは、まずはね、何はともあれ、とりあえず体力をつけるっていうことを、一日のどこかに入れ込んでほしいと思います。で、パニック障害とか、不安障害とか、うつとか、まあ、トラウマとかも、もろもろ含めてだと思うんだけども、僕もその片鱗をいっぱい持ってるからね。なんだけども、やっぱりね、初めに思いっきりこう挑戦しちゃうと、挑戦するのはいいんだけども、うまくいかないんですよ。で、そのうまくいかなかった結果、プレッシャー、恐怖心に負けちゃったりすると、今度はできないんだっていうことを繰り返して、できないっていう経験を積んでしまうことが、より
自分の行動を止めてしまう要因にもなるから、小さく小さく始めてみてほしいんですよね。で、運動っていうのもその場でスクワットを1回する、ふんってこう1回するとか、腕立て伏せをする、恐怖怖くて何もできないんだったら自分の寝ているベッドの横、もしくはベッドの上でもいいですよ。腕立て伏せをするとか、できる範囲でね、腹筋をするとかっていう、あまり大きく動かなくてもできるような方法論っていうのを選んで、ちょっとずつ体力を増やしていってほしい、筋力を増やしていってほしいと思います。で、そうやって体力だけあると、逆にね、体力だけあって、そして心肺機能が強化されていくと、そういう恐怖心っていうものが減ってくるんですよね。面白いもんで、僕の場合は特に減ってきて、息切れに慣れているとか、なかなか息切れにならなかったりするわけですから、体力があったり心肺機能が鍛えられているとね。なので、ちょっと日常生活自体も楽になっていくし、あ、普段はこの階段を登るとしんどかったのに今だったら大丈夫だっていうふうに、こういろんな経験がプラスになっていく。階段を登るときに体力がないと一つ一つの階段を上がっていくのって怖いと思うんだよね。でも足の筋力があったりとか、心肺機能が鍛えられていると、有酸素運動とかをしてね、と割と階段登れるじゃないですか。こうやってトン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 ってっていう風に、あまりこう恐怖心を感じずに自分が行動したいなと思ったときに動けるんですよ。で、その運動することで皆さんの不具合みたいなものも解決されてるかもしれませんし、まずはね、何はともあれ体力だけは人類というか人間だけじゃないんだけども、生き物としてはやっぱ体力だけは落とさないようにしてほしいなと思います、ね、体力がなくなるだけで自分のプレッシャーとか恐怖心とかが増えちゃうからね。で、時間的な焦りっていうのも生まれてくると思うから、まずね、体力だけは落とさないようにしてみてください。はい。で、今回はね、そういう話なんだけども、まあ体力増やそうと思って、それでもあまりこういい方法論みたいなものがないなって思うのであれば、リストにあるようなトレーニングプログラムをね、一緒にやってみてください。あまりハードなものはね、今のところ作ってないんだけども、ちょっとずつ、作っていこうと思うし、こういった情報も発信するかもしれないし、動画っていうのもね、面白いような動画っていうのをね、どんどんと作れたらなと思います。はい。ではでは、またお会いしましょう。またね、ちょっとずつね、動いて体力つけてみてください。